豊橋市長の佐原です。去る4月10日、愛知県知事から緊急事態宣言が発出されました。多くの人たちの不要不急の外出、移動をしっかりと慎んでいただきたい、自粛していただきたいとの要請であります。これを受けまして、本市でも4月13日、14日以降のですね、不要不急の外出、そして移動を 厳に慎んでいただくように、えー、お願いをしたところであります豊橋市におきましてもすで、えー、に感染症患者が出ているところであります実際にどこに危険が人に出るのか見えないそんな病気との戦いでありますから何よりも安全を守る方法は外に出ないそして人と接触をしない、えー、長い時間空気の淀んでいるような空間にはいないいわゆる三つの 密を逃れることだというふうに考えています私たち豊橋市もそうした3つの密から市民を守るために豊橋市の多くの施設の休館・休場を決めたところでありますまた小学校・中学校におきましても学校の休校を決めているところでございます市民の皆様におかれましては私たちのそうした気持ちをしっかりと汲み取っていただき不要不急の外出を控えていただけるように 改めてお願い申し上げますまた企業の皆様におかれましてはこの間大変厳しい状況に置かれることと思います国県そして東三河広域連合と一体となりまして私たちも皆様方の経済活動をしっかりお支えできるそんな取り組みに全力を尽くしてまいりたいと考えておりますたくさんのお願いをしてばかりでございますが市役所も精一杯市民の皆様とともに歩んでまいります どうぞよろしくお願いいたします。